ゼロベルトこと、ジョゼロベルトダシウマジュニオルは、ブラジルサンパウロ州サンパウロ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元ブラジル代表。1998年、レアルマドリードから、ブンデスリーガバイエル・レバー空前に移籍し、2001から02、シーズンの国内リーグ2位、チャンピオンズリーグ準優勝、DFB ポカール準優勝の好成績に貢献した。 2002年5月には同僚のミハエル・バラックと共に強豪バイエルン・ミュンヘンに移籍した。2006年5月バイエルン・ミュンヘンを退団、母国ブラジルのサントスへ移籍したが、2007から08シーズンよりバイエルン・ミュンヘンに復帰した。以前、バイエルンでは中盤、左サイドで起用されていたが、復帰後はセントラルハーフのレギュラーとして攻守に奮闘している。バイエルンでは、 ブンデスリーガと DFB ポカールで、それぞれ4度の優勝を果たした。バイエルンは2010年までの契約延長を希望したが、ゼロベルトはこれを拒否。2009年夏に契約満了で、バイエルンを退団し、ハンブルガー SV と2年契約を結んだ。その後、ハンブルガー SV からは1年間の契約延長をオファーされていたもののことり、 カタールのアルガ・ラファエス・ SC へ移籍した。2014年12月22日、SE、パルメイラスに移籍。契約期間は1年間。パルメイラス加入後は、ベテランとして、チームを率いて2015年のコパド・ブラジル優勝に、貢献、契約を1年間延長。2016シーズンは、カンピオナーとブラジレーロセリエ優勝も達成し、 契約をさらに1年間延長した上で2017年11月28日の2017シーズン最終戦をもって43歳にして現役引退。現役引退後はパルメーラスのテクニカルアドバイザーマイナスに就任。ブラジル代表としては1995年8月12日に行われた韓国代表との国際親善試合でデビュー。 1997年と1999年のコッパアメリカ連覇に貢献したが、1998年にフランスで開催された 1998FIFA フフワールドカップでは準々決勝のデンマーク代表戦の1試合のみの出場に終わり、2002年に日本と韓国で共同開催された 2002FIFA フフワールドカップでは代表入りを逃した。2006年に ドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップでは、前後試合に出場したが準々決勝で、フランス代表に敗れ、この試合が代表として、最後の試合出場となった。代表では2004年末頃からボランチで起用されることが多く、エメルソンとコンビを組講師のカジり役として活躍。ロナウジーニョやロベルト・カルロスの守備の負担を軽減させ、カナリア軍団の攻撃陣を支えた。 2007年6月、代表引退を発表。左サイドのドリブル突破、精度の高いクロスが魅力。シュート精度、ドリブル技術も高く、危険なスペースを埋める守備技術も高く評価されている、職人肌な選手。フリーキックの精度も高い。デビュー当時は、左サイドバックだったが、その後攻撃センスを生かすべく左サイドハーフ、トップ下などの攻撃的なポジションに、 コンバートされた。プロ意識が高く自己管理が徹底している。人生で一度もマクドナルドへ行ったことがなく、日常生活においてミネラルウォーターとグレープジュース以外の飲み物は口にしない。バイエルミュンヘン時代。ありがとうございます。